スローはダメだよ。撮った。ああ、暑い、暑い、今日も暑いです。お蕎麦屋さんに行こうと思って、サンダルが古いのがあったから、で下駄箱から出して歩き始めました。で駐車場に停めてちょっと歩くんですけど、歩き始めたらなんかどうも安定しないんですよ、足が。でやばい、麻痺がひどいわひどいわと思ってたら、なんのこっちゃねえこれだよ、ボロボロ、どん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  歩いてるたびにどんどんなくな取れて、とうとうこんなになりました。あーやー、これしまっといただけでこんなになっちゃうんですよ。すごいね、これ。なんだ。これがなんだ？なんていうの？加水分解。加水分解っていうの？結局、古い靴はこんなになりますから、メルカリなんかで買っても用心してください。まあ、メルカリだったらこれは保証があるからね。履いてみてやばかったら、返品でっていうか、お金がね、受け取れなくなるけど、下手なところでこんなことになると、なかなかメルカリみたいなね高い保証がないからひどいものにありますよ。今ね、下手箱から出したばっかなのよ。平気で履いてたのなのに、あらららららと思ったらこんなになっちゃった。こっちは平気なの。だからもしかしたら私の足が無理な力をね、サンダルに与えたのかもしれません。それにしてもさ、ひどいよこれ。こうなっちゃうんだね。すごいね。もう歩けなくなっちゃった。これからスニーカーか何かもう一回探して、お蕎麦屋さんに行こうと思います。こんなです。はい、ひどいもんだよ。はい。